おはよう、レイちゃん。寝不足？あんまり眠れなくてね。あ、でも昨日のことでじゃないよ。夏はいびきうるさいし、グレーはすぐ裸になるし、エルザは私のベッド入ってくるしで。参加者が同じ部屋っていうのも大変だね。ウェンディの声。おい、何があった？夏、ウェンディが助けに行かなきゃ。ウェンディ！お前ら、ウェンディをどこに連れて行くんだ？くそ、見つかったか。なら、やるしかねえ。さあ、行くわよ。あまねく全ての星々、その輝きをもって我に姿を示せ。テトラビブルスよ、我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世ウラノメトリア。なかなかやるでしょ。てめえら、誰の差し金だ。助けてくれ。俺たちは頼まれただけなんだよ、レイブンテイルのやつに。レイブンテイル、なんてやつらなの。ウェンディを襲っただけでなく、さらおうとするなんて。襲う？事情はよく知らねえんだ。宿で寝ている少女をさらってこいと言われただけで。少女？エルザじゃなかったみたいだね。おい、ウェンディ大丈夫？もう動けるの？はい、昨日はご迷惑をおかけしました。今日は問題なく戦えます。それにしてもレイブンテイルの奴ら、やることが露骨に汚ねえな。一人一人戦力を潰していくつもりか。目的は分からんが、私たちを場外でも狙うつもりなら、警戒を怠ることなく、なるべく一人にならないように心がけよう。こいつらは警備隊に引き渡しておく。相手には一瞬にして魔力をゼロにできる魔導士がいる。なのに捕獲に加わらないのはおかしいんじゃない？それに宿で寝ている少女という条件だけでウェンディを選んだのはどうして？本当の目的はルーシー？それならあの余地は。さて、闘技場へ向かいましょう。昨日の遅れを取り戻してやる。燃えてきた。今日は私に任せてください。休んだ分、体は絶好調です。期待してるぞ、ウェンディ。よう、サラマンダ。ちょっと顔を貸せ。あ、なんだよ。お前ら、天狼島から戻って精霊界ってとこで修行してきたらしいな。いや、あれは修行じゃねえ。あれのせいで修行の時間が。くそ！ん？まあ何でもいい。修行してたのはお前らだけじゃねえ。少しは強くなったんだろ。お互い腕試しと行こうじゃねえか。そういうことか。受けて立つ。一対一の真剣勝負だ。準備はいいか？サラマンダー。
まだだ。俺は負けちゃいねえ。それは俺のセリフだ。ごはっ。うむ、引き分けだな、サラマンダ。この決着は必ずつけてやる。今度から仕事に行くときは俺も連れて行け。どっちが活躍できるか勝負だ。望むところだ。勝つのは俺だけどな。ギヒ、楽しみにしてるぜ。ギヒ、頑張ってね。よし、おっと、さあ行くわよ。ギヒ、キャスルーソー鬼神ルーシーチギーッキャツルーソー鬼神シェー。おっと、
おっと。おっと。ふん。よし。ガジル。ギヒ。ありがとう。ギヒ。帰ってきたか。調子いいじゃない。やるじゃないか。